ジョン・シャー・ホルツは、メジャーリーグベースボール、アトランタ・ブレーブスの球団社長。以前は、カンザスシティ・ロイヤルズとブレーブスの元ゼネラルマネージャーで、両チームの世界一に貢献。ボルチモア出身。1940年、ボルチモアに生まれる。1966年、ボルチモア・オリオールズでキャリアを始める。1969年に、エクスパンションで、カンザスシティ・ロイヤルズが誕生し、 シャーホルツはロイヤルズで働くこととなった。1981年のオフシーズンに、シャーホルツはロイヤルズ GM に就任。当時最年少 GM だった。シャーホルツはマイナーを強化し、ブレッド・セイバー・ヘーゲン、バド・ブラック、ダニー・ジャクソン、デビット・コーン、マーク・グビザラが短期間で成長して、戦力となった。1985年には念願の世界一に、輝いた。 1990年、ロイヤルズを離れ、ブレーブスの GM に就任。ボビー・コックスの監督復帰、トム・グラビンやジョン・スモルツの台頭、テリー・ペンドルトンの獲得により1991年に33年ぶりのリーグ優勝を果たすが、ワールドシリーズで激戦のスウエツインズに敗北。翌1992年もリーグ優勝で2連覇を果たすも、再び、 ワールドシリーズでブルージェイズに敗れる。世界一を目指し、オフにカブスからサイヤング賞投手、クレッグ・マダックスを獲得。投手陣を、さらに強化、シーズン中にフレッド・マグリフをトレードで獲得するも1993年はリーグチャンピオンシップシリーズでフィリーズに敗れる。1994年はストライキがあったが、1995年は チッパー・ジョーンズの活躍もあり、2年ぶりのリーグ優勝を達成。さらに、ワールドシリーズでインディアンスを破り、38年ぶりの世界一に輝いた。2007年で GM を実施、球団社長に就任。2016年、ブレーブス連動入りを果たす。2017年のアメリカ野球連動ベテランズ委員会により、得票率100%で連動入りを果たす。 カンザスシティロイヤルズ時代アトランタブレーブス時代。ありがとうございます。